はい、こんにちは。事業専門税理士川南です。本日の動画は、例年とは違う年末調整。今年の年末調整は例年とは違うので要注意。私はオンラインサロンの運営とその他 SNS をしています。またビジネス書を2冊出版しております。すべて概要欄からリンク飛べるようになっておりますので、ぜひ一度覗いてみてください。それでは本日の動画は年末調整について一緒に勉強していきましょう。今年もいよいよ年末調整の足音がしてまいりました。国税庁から年末調整の仕方という毎年出る冊子がですね、とうとう公表されたということで、今年の年末調整は今までとは違いますので、しっかりと違う点について動画で一緒に押さえていきましょう。本日の内容です。いよいよ年末調整のシーズンが到来しました。国税庁からですね、先日年末調整のやり方令和6年版というのが出ました。これが出ると年末調整が近づいてきた合図です。今年はちょっといつもの年末調整とは違うので要注意です。今年はいつもと違う。何が違うのか。そう、定額減税が入っていることです。そんなわけで今年の年末調整いつもと違いますので、押さえるべきポイント一緒に押さえていきましょう。まず年末調整と確定申告の違い、この2つがどう違うのか簡単に解説します。そして令和6年の年末調整、例年と違う点が2点あります。この違う2点を解説します。そして実際どんな用紙を記入しなければいけないのか、年末調整の用紙を実際に見てみましょう。そしてラスト、スムーズな年末調整方法のコツを紹介しますので、動画最後までご覧になってください。では皆さん、最初に押さえておかなければいけない年末調整と確定申告、一体何がどう違うのか簡単に仕組みを解説します。まず年末調整の方からいきましょう。年末調整は基本的に会社員などがするもの、手続きになります。年末調整というのは毎月の給料からですね、源泉所得税というのが控除されております。これは会社員の方がね、皆さんですね、毎月もらう給料の中から自動的にもう所得税、税金を天引きして前払いしているという状況になります。そしてこの源泉所得税が控除されている、まあ源泉徴収されているというような言い方もするんですけど、控除額というのは多めになるように実は設定されています。この控除額を少し多めに引いているというわけです。じゃあこの控除額がどのようなルールで引かれているのか、これ実は表があって、その表に沿って引いているんです。ちょっとこちらの表を先に見てみましょう。こういった源泉徴収税額表というものが公表されています。経理や総務の皆さんはこの表のルールに沿って源泉を徴収しているわけです。こちら給料の金額が書いてあります。その月の社会保険料と控除後の給与等の金額ということで、その方の月給料のこの該当箇所の数字を探していくら源泉するのかという、この表を見ながら、もしくはですね、会計ソフト、給与ソフトを使っている場合は金額を入れると自動的にこの控除額が出てくるというふうになっているかと思いますが、基本のルールはこの表で、この表実はずらっと小さい数字で給料金額が少しずつ上がっていく表になっております。ですので、その方の毎月の給料で該当する箇所を探して、この方はいくら控除するんだというふうに、この書いてある金額によって控除しているわけです。ではスライド戻ります。そして今紹介した表のところで該当の控除額をピックアップして、でその控除額を引くんですけど、この金額というのがそもそも少し多めになるように表自体が決まっています。そしてこの時期、年末調整の時期が近づいてきますと、年収が確定します。要は1月から12月分あなたに対して支払った年収が確定する時期があるんですね。この年収が確定した時点で多めに引いている源泉所得税を確定した年収の税額になるように再計算するんです。なので給料が決まらないと、確定しないとこの年末調整はできないということになります。そして多めに差し引かれていた源泉所得税を再計算、正しい金額で計算する。そして先ほどから言っているように多めになるように天引きされていますので、再計算すると還付になる方がほとんどなんです。なので年末に何かよくわからないけど会社の方から還付金です、また年末調整をしたら還付が出ましたので戻しますというような形で戻ってくるもの、これが年末調整の簡単な仕組みになります。
昔はですね、この年末調整の還付金を現金給付してるっていうような中小企業さん多かったんですけど、今はね、そういったね、ところが少なくなってきたように思えます。この年末の時期に還付、現金で還付されるのをですね、会社員の方々は自分のね、お小遣いとしてこっそりポケットに入れて楽しみにしていたというような時代もありました。ほとんどですね、こういったもの、現金支給ではなくて、また翌月の給料にプラスオンしたりして支払っている会社さんが多いような気がいたします。というわけで、年末調整の簡単な仕組みをざっくり紹介したところで、次は確定申告について見ていきましょう。確定申告というのは、個人事業主などが事業をしているとか、不動産所得があるという方が作成して提出する書類、手続きになります。個人事業主の方やフリーランス、副業をされている方、また年金受給者の方、先ほど言ったような不動産所得があるとか、株をやっているなどなど、該当する方が確定申告をすることになります。基本的に会社員の方は年末調整というのを会社がやってくれるので、これが確定申告の代わりになっているというふうにイメージしてもらえると分かりやすいと思います。ただし、年末調整は制限があります。会社員だから全てのものを計算してくれるわけではありません。除外されているものがあります。その代表的なものを紹介します。医療費控除がある、寄付金控除がある。この寄付金控除はふるさと納税をしたという方も含まれています。また住宅ローン1年目などの方はご自分で確定申告をしなければいけません。なので一旦会社の方で年末調整をしてもらって、その年末調整の結果となる書類、源泉徴収票を見ながら、この対応しきれなかった分、医療費控除や寄付金控除、住宅ローン控除1年目などをですね、ご自分で確定申告するということになるわけです。はい、ここで年末調整と確定申告のね、基本違いを抑えたところで、今年の年末調整は何が違うのか、お待たせしました。変更点のある2点順番に見ていきましょう。例年と違う点は2点です。1つ目、今年は定額減税という制度が入りましたので、今年の年末調整を定額減税きちんとされているか、また定額減税しきれなかった分は年末調整で最終的に調整するということになりますので、ここが大きく異なります。会社員の方はですね、きちんとご自分の定額減税がされているのかという確認をしなければなりません。逆に個人事業主やフリーランス、また経営者の方、会社を経営されている方はですね、スタッフの定額減税がしっかりされているのか、間違いがないのか、ミスがないかということをしっかりと確認する必要があります。2つ目の変更点、変更がない場合には記入の負担が軽減されるという変更点が今年の年末調整はあります。この後1番2番についてそれぞれ解説をしていきます。まず1つ目の定額減税について解説していきましょう。はい、所得税の定額減税です。もうここはですね、皆さん比較的もう耳にしたとかですね、過去動画見たことがあるという方も多いかと思います。この定額減税、何か簡単におさらいをしておきます。納税者本人が1人所得税3万円が減税されるというものです。そしてまた同一生計配偶者や扶養親族についても1人につき所得税が3万円定額減税、要は減税されるというのが定額減税になります。今回の年末調整は所得税についてのみになります。住民税の1万円の定額減税はまた別と市区町村でされることになりますので、今回の動画では割愛させていただきます。定額減税がそもそもどういったものだっけという場合にはですね、私過去に定額減税の動画作っておりますので、こういったものを見て復習していただければと思います。とにかく1人につき所得税が3万円減税されるというものが定額減税の基本的な大まかなルールになります。では次に、年末調整のスケジュール、一体どういったスケジュール感で動いているのか見ていきましょう。こちら意外と皆様知らない年末調整のスケジュールです。10、11月にですね、会社の方でもうね、年末調整に入るということで、この書類書いてくださいねとか、生命保険控除の書類出してください、地震保険控除の書類出してくださいっていうようなアナウンス入ってるところ、またご自分が経営者でですね、スタッフの方にそのようなアナウンスし始めたところ多いんではないでしょうか。まずこの申告書、記入しなければいけない用紙というのを配布、またはですね、記入してもらいます。そして必要書類を集める、これが10月11月に行われるスケジュールになります。そちらが揃い次第2番青い方に行きます。ここで従業員ごとに1から6番の流れで実施をすることになります。こちらが皆さんがですね、もしかしたら経理や総務の方が代わりに、確定申告の代わりに年末調整をしてくれる部分。そしてここは意外と外から見えませんので、どんなに大変かというのがなかなか想像しづらい部分となります。
まず給与の集計をして、天引きしている源泉徴収税額を集計します。その他ね、いろんなものを計算して、今年は特にこのカッコ4番が新しいものになります。定額減税がありますので、この定額減税の計算をするということになります。そして過不足の計算や精算をするというこの流れですね。この後のことは最後の方で動画解説したいと思います。このアフターのところも、年末調整が終わったら一体どのような流れになるのか、そして経営者の方、個人事業主の方は、スタッフの年末調整のその後の処理、計算をした後の処理について動画の最後の方で解説しますので、ぜひ最後までご覧になってください。年末調整はまずこのような10月、11、12月で行われます。そしてこの青いところがですね、ボリュームが多いので、プラス経理や総務の方は通常業務プラスこの年末調整の計算をするということで、繁忙期と言われます。私たち税理士もですね、この顧問先の給与計算を頼まれているところは、こういった作業を税理士事務所が代行いたしますので、忙しい時期になるというふうに言われています。では実際にこの前半部分に書く記入する用紙というのを見ていきましょう。はい、こちらが記入する実際の用紙になります。令和6年分給与所得に対する源泉徴収簿ということですね。こちら個人事業主でスタッフがいる方は、これを各スタッフ分記入していかなければならないということになります。そして実は今年定額減税が例年と違ってありますよというアナウンスしたんですけど、実はこちらの源泉徴収簿、年長減税額、要は定額減税の控除等の計算に対応をしておりません。例年と同じ用紙、同じひな形となっております。これ個人的にね、コストカットなんじゃないかなと思います。定額減税というのは今年1回こっきりの手続きになりそうですので、また用紙を変更するとなるとですね、非常にまたね、税金を使ってのコストがかかるので、例年と同じ用紙でなんとか対応してくださいねというのが本音ではないでしょうか。その代わり、この源泉徴収簿の余白にですね、この控除額、定額減税がいくら控除したのかというのを計算して記載しておいてくださいねというような注意額が国税庁の方から、年末調整の仕方というところに記載がありました。じゃあこの用紙が計算に対応してないなんてことだと、じゃあどうやって計算すればいいんですかって思うと思うので、次に国税庁がこういった書類使って対応してくださいねっていう表がありますので、そちらを紹介したいと思います。はい、こちらが計算シートの用紙になります。これ国税庁に公表されております。概要欄に URL も貼っておきますので、ぜひ使いたいという方はそちらの方のリンク飛んでいただければと思います。まず1つ目、令和6年分の年末調整計算表というのがあります。こちらの計算表は定額減税、要は年長減税額の控除等の計算に対応をしている用紙になります。ですのでこちらの用紙を使って、先ほど対応してないというところに転記をしていただいて、下の余白欄にいくらね減税したかっていうのをメモをしておいてくださいねってことになります。そしてこちらの計算表、実は Excel 版もあります。こちらも国税庁の方から公表されております。年末調整計算シートというものがありまして、こちらもきちんと定額減税に対応しているというものになりますので、うまくご自分のスタイルによって使い分けるといいのではないでしょうか。はい、それでは今年定額減税という今年のみのねルール制度が入っていますが、じゃあどうやって正しく計算されているのか確認すればいいんですかという声が聞こえてくるので、どこを見ればいいのかというのを次のスライドで解説していきます。はい、ではきちんと定額減税がされているのかの確認方法です。まず毎月もらっている給与支払い明細書を皆さん見ましょう。こちらに毎月いくら定額減税額がされているのかというのが記載されています。一人上限3万円になるまで定額減税されているはずです。こちらきちんとまず確認しましょう。そして年末調整が終わった後にですね、給与所得の源泉徴収票というのが配られます。これが1年間あなたの給料がいくらだったのか、いくら何が引かれているのか書いてある大事な表になります。この源泉徴収票を見ましょう。どこを見るかと言いますと、この源泉徴収票のこの適用というところにですね、定額減税いくらしたか、ここの例ですと12万円ですよということで金額が記載してあります。その記載されている金額が自分の分と、また扶養している家族の分の人数合っているかどうかしっかりと確認してください。何かミスが見つかったり、またあれと思った場合には、この源泉徴収票を持って経理や総務の方にしっかり確認するようにしてください。
はい、そして個人事業主の方は雇用しているスタッフの分をやるという立場になりますので、こちらミスのないようにきちんと定額減税されているのか、源泉徴収票など見て最終チェックしてあげるようにしましょう。こちらですね、間違えていたとかなりますと、まあ、やっぱね、スタッフの信用度も下がってしまいますし、経理や事務処理をされていない会社なんだ、そういったお店なんだというふうに見られてしまいますので、こちらはきちんとするようにしてください。では2つ目の変更点、変更なしの場合はチェックすればいいという話、そちらの方の解説に移ります。では年末調整に使う、皆さん雇用されている方、スタッフの方が記入すべき書類を、実際の用紙を見せます。こういった用紙見たことある方多いんじゃないでしょうか。そしてこの用紙、皆さんを惑わす要因なんですけど、パッと見同じように見えるんですね。でもここの最初にあるタイトルは全然違います。こちらパッと見一緒に見れるので、どの用紙を書いたんだっけとか、この用紙とこの用紙は何が違うんだろうというふうに迷う原因になるので、見分けるポイントを解説します。この用紙1枚1枚の右上に丸穂とか丸ふって書いてあると思うんですけど、これを私たちはあだ名のように呼んでいて、このタイトル名が長いので、例えば給与所得者の扶養控除と括弧移動申告書どれですかとか出しましたかっていうと長いので、丸ふというように略して読んでおります。なのでこの右上の丸ふ、丸ほ、丸き、はい、しょって書いてあるの3枚用紙あると思うんですけど、この右上を見て、これとこの用紙は違う書類なんだなというのを判別、区別してください。はい、そして変更点があるといったチェックするとこはどの書類にあるのかというと、丸ふの書類になります。はい、こちらの用紙がですね、今年から記入の負担が軽減されました。これは非常にね、いいニュースだと思います。皆さんご自分のお名前住所をまずここの薄いブルーのところに記入することになります。ここは記載するというのが前年と変わりません。例年通り記載してください。ここを記載しないとですね、誰の丸符なのかわからないので記載は必要になります。しかしその後ですね、家族構成など記入する欄があるんですけど、こちら基本的に変更する箇所が少ない箇所になりますよね。毎回自分のお子さんの名前を書いて、生年月日を書いて、マイナンバーを書いて、個人番号を書いてなんてしてるとなかなかめんどくさいですよね。なので変更がない方に限ってこの丸符の下に新しい欄が追加されました。前年の申告内容から移動がない場合、なしにチェックをすれば下の欄は記入をしなくても大丈夫ですよということになります。ただし、もう皆様お気づきだと思いますが、申告内容に移動がない方のみですので、移動があった場合にはこれをなしにチェックして提出することはできません。例えば扶養親族が異動になったとかいう場合にはですね、やっぱり全て記入することになりますので、そちらご注意だけお願いします。ただし変更ない方にとってはこちらの丸符の記入、非常に楽になりました。では次に年末調整が終わった後のアフターがどうなってるのか見ていきましょう。はい、こちら先ほど見た図になります。まず先ほど紹介したような実際の用紙を皆さんに記入してもらいます。その次に保険料控除とか証明書等を出してくださいねということで書類を提出してもらいます。そして12月にですね、給料が決定次第こういった計算をして定額減税を考慮して年末調整をします。その終わった後なんですけど、還付が出たりとか不足が出た方に対してはこの還付をするなり、まあ不足分を集める徴収するなとして、きちんとその後のアフターケア、まあ納税が必要になってきます。で、1月に年末調整が終わった後にまだやることがあります。先ほど見せた源泉徴収票を従業員に交付します。従業員の方はこの源泉徴収票を見て定額減税がきちんとされているか確認してくださいっていうのを先ほど解説しました。そしてその他にもですね、源泉徴収票と法定徴収合計票を所轄の税務署に提出します。そして次に従業員の住んでいる各市区町村へ提出するという書類がこちら2つ、給与支払い報告書と給与支払い報告書の総括表というものを合わせて出しております。で、皆さん所得証明書が必要という場面あるかと思います。所得証明書、市役所が区役所に行って取ってきてくださいねって言われた時に、どうして所得証明書が出るのかと言いますと、この年末調整した後の情報を事業員が住んでいる市区町村に提出
しているから、その従業員の方が必要な時に所得証明出してくださいと言ったら数字が出てくるわけです。こういった仕組みになっております。意外とこのアフターの話知らない方とか、そういう仕組みになっていたのねという方多いんじゃないでしょうか。ですので年末調整というのは重要な事務処理なわけです。はい、まとめです。例年と違って今年定額減税の処理入っておりますので、ミスのないようにまたきちんと処理されているのか確認しましょう。控除してあるのかの確認、そして経営者側、スタッフを雇ってる側はきちんとしてあるのかの確認をするようにしましょう。そしてもう一点変更があったのが、変更がない人の記入負担が軽減されたよというようないいニュースもありました。こういったね、変更はね、どんどんウェルカム、嬉しい限りですよね。そして今まで見てきたように、年末調整のスケジュールを見て皆さんちょっと気づいてくれた方も多いかと思いますが、経理や総務の負担、この時期非常に大きいです。正確な情報を記入するようにしましょう。記入する用紙の実例見せたと思いますけど、そこが間違ってるとですね、正確な計算ができません。ですので、正確な情報を記入するようにしてください。そして必要書類は早めに提出しましょう。経理や総務の方、ここのスケジュールが結構詰まって繁忙期になってますので、ミスがないように、またね、間違いがないように必要な書類はご協力してあげてくださると喜ばれると思います。こうギリギリに後から出したりとか、追加の追加みたいな感じで2回も3回も再提出もしくは追加があると、また一から計算し直しになりますので、協力してあげるといいんじゃないでしょうか。そして最後注意点です。確定申告が必要な人、年末調整で対応できない分は確定申告が必要となります。先ほど挙げた医療費控除、寄付金控除、雑損控除、また住宅ローン1年目などなど、確定申告が必要な人は年末調整してもらったからというふうに安心せず、自分で必要な方は確定申告するようにしてください。またもし万が一年末調整で地震保険の控除できるって知らなくて提出忘れちゃったという方、ご安心ください。自分で確定申告することで年末調整の書類に不備があった方はこちらで修正したり、未提出の控除を足したりして申告することができます。ですので年末調整で何か漏れていた方、不備があった方は確定申告をすればセーフということになりますので、ご安心ください。はい、私は税理士川南のオンラインサロン、オンライン上で税理士を味方につける Facebook の非公開グループで運営をしております。メリットが4つあります。1つ目が専門家のサポート、質問と相談を24時間好きな時に文章で投稿することで、私が直接文章で返信、答えを送ります。チャットのようなイメージを持ってもらえるとイメージしやすいのではないでしょうか。2つ目の特典はメンバー全員経営者ですので、情報共有ができるということで好評です。3つ目、最新記事のインプット、記事の購読権利が特典でついております。私が平日に書く税金や SNS の裏側などなど、様々な投稿記事、そして過去記事もすべて呼べます。これが3つ目の特典になります。4つ目の特典は定期的にサロンズームを開催しております。こちら私に直接質問することができたり、他のメンバーさんと交流ができるということで非常に好評です。こういった特典がついております。オンラインサロンの詳細は概要欄でから飛べるようになっておりますので、ぜひそちらの方でもチェックしてください。入会お待ちしております。YouTube チャンネル登録まだの方、ぜひ登録お待ちしております。またコメントや感想も励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。その他 SNS もいろいろやっておりますので、フォローの方お待ちしております。はい、というわけで本日の動画は、例年とは違う年末調整について解説させていただきました。今年は定額減税が入っていることが大きな違いとなりますので、皆さんしっかり押さえていきましょう。このように個人事業主フリーランスに必要な動画、これからも出していきますので、ぜひよろしくお願いします。それでも本日の動画以上になります。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。